い、今ねちょっとこのジョイフルにね行ってみようかなとか思いながらね、はい、到着いたしました。ジョイフルです。なかなか私がこのジョイフルに足を伸ばすってことがね結構少ないんですけども、今回なぜねこのジョイフルにね立ち寄ったかと言いますと、じゃんじゃかじゃーん、はい、絶好調のアラッキーですね。なぜにこの、ま、ジョイフルに立ち寄ったかと言いますと、ちょっと待ってね、はい、私のバラ車でございますけどもね、はいジョイフルってぐーってカメラ先はジョイフルですね。確か今ジョイフルのなんかこのイメージカラーってなんか茶色っぽい色じゃなかったかな。で今この黄色でねジョイフルってこの書いてるこの文字、確かねまだまだ私が若い頃というか、まあ昔もう今から20年前ぐらいのデザインではなかろうかなという、まあね結構老朽化して、まあ老舗かな、なんかでわからないですけどもね、はい。実はね今ねあの時刻が朝の8時となっておりましてね、なぜ私がこちらこのジョイフルに伺ったかと言いますと、あ、そうだ、今これどこのジョイフル店かって言うんでしょう、ここね福岡県豊前市にございますジョイフルですね。でこの目の前走っているこちらの道路が国道15線になっておりまして、でね、うわ久々だな、はい、ジョイフルですね。でね、彼女がね、ジョイフルのね、朝ごはん、要はこのモーニングなんですけどもね、お手頃価格でめっちゃいいから、ちょっと一度行ってみてよと、言われましたのでね、いや、来てみようかなと、まあ今からね、ブラで散策しに行くんですけども、まあね、まあ毎朝休みの日だけはね、朝ごはんいただいておりますので、ちょっとぜひぜひでも、見ようかなということで、今私ジョイフルに来ました。こちらジョイフル八屋店でございますね。福岡県豊前市のねめちゃめちゃ田舎なね、どこでもいいんですかね、はい、はいはい、どうもどうも、はい、よいしょ、うわ久々にこのジョイフルに入ったな、よいしょ、ね、ちょっとずらーっと見ていただけます、お客さん奥に1名座ってるかね、座ってる他お客さんがいますね。あ、ちょっと待つね、ちょっとメニュー見てみようか、いや本当にモーニングってお手頃なの、へえ、あ、そうなんか、ああ、なんかモーニングあるんでしょ、はい、こちらに。モーニングはなんかお手頃って聞いたんでね、ちょっと頼みに来てみましたけども、こちらが10時までの分で、こちらが1日頼める分になります。決まりましたら、はい、どうもどうも、はい、あ、ほんとだ、はい、こちらちょっとね、見にくいかな、はい、お手頃モーニングということで、はい、このね、目玉焼きとソーセージとこれ、ね、これご飯ついてるのかな、わ、なんかすげえ卵雑炊なんかもあるんだ、これわあ、でパンにエッグと、でこちらがね朝から午前中の、まあ、10時までのメニューで、隣左側にもこっちでメニュー書いてますけども、こっちね結構なんかまあ長い時間というかな注文できるのかな、わあ、でもやっぱ朝どうしよう、わ、これホットケーキなんかもあるじゃん、懐かしいな、豚汁定食やーべ、あ、でもこれ朝定、このシンプルなこちらいただきましょうね、こちら、なんかクラシックかな、なんかなんかなんかいいな、なんか朝のね、なんか朝って感じのモーニング、お伺いいたします。はい、あのこの朝定食を、朝定食、はい、お願いいたします。ご飯は普通でいいですか。はい、ご飯は普通でいいです。はい、はい、どうも、今日も来てくれました、はい、ということでね、
税込み438円、ね、税抜きだと399円の朝定食を今注文いたしました。これね、このウインナーが乗ってるやつね。いやなんかあでも意外とこちょいフリーかもね。ねえ、ちょっとね、メニューをね見てたんですけども、これほらなんかブドウがなんかめちゃうまそうなんですけども、でこれ下には何かな、これ鍋物のようなね、開いてみようかな。見てこれブドウ好きたまらんくない、ね、めちゃうまそうです。いやたまらんなこれ、うわでいやうわめちゃくちゃうまそうな。ちょっと見てこれ、ほらこのメニュー内容っていうか、あのねすき焼き鍋定食とか、この写真がまためちゃくちゃ見にくい光の加減で、ちょっとこっちもどの角度が見えるかな、こうかな、こうかな。いやあ、スンドゥブ、私の好きなスンドゥブもあるじゃん。ないですか。ちょっと待ってこれ、いやもうほとんど私このジョイフルって来ないんですよ。まあどちらかといえばもう個人店が多いかな。まあもちろんフランチャイズ店もね、最近は B 級グルメにハマっておりますんで行ってますけども、いやー本当ね、ジョイフルってもう私もう今から30年ほど前ぐらいにしか行ったような記憶がないぐらい、まあそれぐらい遠のいておりました。いやこちらまたで、その当時ね、だからまあ30年前のジョイフルなんですけども、なんかもうねメニューとかもね、なんか今例えばいろんな定食とか丼物とか、もちろんその当時もね麺類とかもございましたけどもね、なんか味気ない、もうなんかね味がほんと冷凍食品みたいな。で写真もねめっちゃチャチンですよね。ね、そういうこともございまして、私だいぶねこのまあジョイフルからね足が遠のいていましたけども、写真見るからねめちゃめちゃうまそうな、まあまあもちろんまあ時代とともにね変わってきたんでしょうけどもね、うまそうだな。いやでも実際うまいかもね。で例えばいや、まあ極端な話もほら冷凍食品にしても今ねめちゃくちゃ美味しくないね、えもう黄金比率でね、なんかもうこれとこれとこの材料を、そしてこれにねこれだけの調味料との黄金比率を入れることでこんなに美味しいよっていうのをずっと維持できる、まあ冷凍食品はね。いやだから結構期待できるかもしれませんね。いやでもね手頃よね、お手頃よね、500円かかんないからして、今ほらねガソリン油代なんかもめちゃめちゃ高騰してるし、してまた食品でもね値段もバーッと上がっている中で、どっかがカーッと上がってて、その円安っていう、まあこんな時代ですけども、このねちょいうるさんめっちゃ頑張ってくれておりますよ。いやお手頃価格ですもん、助かりますね。いやいやちょっとあ来た来た来た、お待たせいたしました。はいどうも、はいどうもどうもありがとうございます。わめっちゃうまそう。はいどうも。はい、ということでね、今届きました、これね朝定食のうまそうだな。でご飯ね、で、はい、たくあんにお味噌汁で、はいこちらがねソーセージだ。うわ大根おろしなんかはめっちゃ和食じゃん、これうまいかもね。はいではねいただきます。うわめっちゃまた醤油醤油うまそうだね。ちょっとピッとこれ醤油だね。うわ大根おろしかで、どれから行くって、はい私大好きなこのソーセージから、じゃあいただきます。いやこのクオリティいいね。
でね、あのもうシンプルに言いますよ、普通に美味しいです全然いけます。いや、あでね、最近もうおじちゃんになったんかな、このね大根おろし美味しいですよね。ちょっとご飯にちょっと乗せましょうか、こうしたね。はい、おっと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 、カメラ持ちながらね、撮影しながらね、もうおいしい。おいしいな。このね、大根のまあもちろん味に、まあ、ちょっとした苦味があるんですよ。これとまた醤油と絡んで、このね、いいな、和な味わいが。ちょっとひじきもいただきましょうか。ひじきもね。めっちゃうまいやん。これ普通にうまいじゃん。これ普通にうまいですよ。ちょっと待って、カメラ置いていい？ちょっと置いて食べていい？ご飯を大盛りしとけばよかった。これはマジ美味しい。味噌汁もうまいじゃん、これ。めちゃくちゃ美味しい。ま、ほうれん草。やるね、おいしい、めちゃおいしいですね。このまま私ちょっとね、味わいながらいただきたいと思いますので、してまたね、感想は後ほどということで、はい最高。はい、今ねいただきましたけどね、ちょっとめちゃくちゃ美味しかったな。でもちょっとごちそうさまでした。はい、でね、あの実はね、めちゃめちゃまたさらにこのお得な、私はちょっと知りませんでしたけども、あの店員の方がわざわざねこちらの席に来てくださりまして、このね朝のこの定食を注文すると、あの後ろのあのジョイカフェで書いてありますが、あちらね、ドリンクサービス、要はまあジュース、コーヒー、まあ、なんかね、飲み放題になってるそうでございますね。そちらの料金も、このね、438円で含まれてますよって、これめちゃめちゃお得じゃん。いや、マジで。いや、どうしようか、まあ、ホットコーヒー注文しようかな、どうしようか考えてたんです。私、めちゃくちゃこのコーヒー好きなもので、コーヒー好きなくせに家ではね、ネスカフェ飲んでるんですけどね、粉コーヒーのね。いや、マジで。ほら、うわー、すごいなあ。うん、こちらジョイカフェ。うわー、すごいな。今いろんなのがあるんだな。スープバー、お茶。うわー、すげえ、濃厚ミルクの、すごい、すごい、面白い。でコップか、あとちょっとホットコーヒーだな。デザイン機械にめちゃかっこいいね、かっこいいね。なんでこういうのって、これめちゃくちゃうまそう。
なんかちょっとしたカフェでね、コーヒー飲んでて、わ、今機械でこんな感じで、めっちゃおしゃれな感じでこう、いい、そっか。ちょっとね、あの食器を、さっきというか、食べた食器をこっちに置きました。めっちゃいい。ちょっと待ってよ、ちょっと待ってよ、もう。はい、ではおはようございます。食後のコーヒーいただきますね。おいしい、めちゃくちゃおいしい。でもこのサービスの充実いいよね。朝ごはんいただいてからドリンクサービスもね、また今ほらあのカフェラテかねして、まだホットコーヒー選んだんですけど、また冷たいジュースなんかもね飲めるそうでございます。またジュースの種類、もちろんこのコーヒーでもね結構何種類かございましたけどもね、まあ、自分のお好みのやつを飲めるというね。逆に俺がフリーのね、みんなさ知ってますか、知ってるよね、俺何か知らないの。いやこれね、結構痛いから言うからね、びっくりあるな。みんなね、この朝の人たちって、この音楽がいいね。癒されております。いやー、これいいな、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 イエーイ。はい、ということでね、500円でいただけるところでめちゃめちゃお得。いやー、ちょっと待っていただいてね。いやー、美味しかったな。すいません、はい、どうも。いやー、美味しかったな。はい、ついてってね。そうです、そうです。素晴らしいです。あの安い雑炊の300何本もった。あれもめちゃめちゃなんかね、写真見てたらめちゃめちゃ美味しそうでしたね。そうですか、ありがとうございます。うん、はい、ぜひまたお寄りください。はい、またまたまた。ありがとうございます。どうもどうも、ごちそうさまでした。はい、どうも。いや、美味しかった。めちゃくちゃ良かった。ありがとうございます。はい、どうも。ごちそうさまでした。はい、ということで今ね、ジョイフルでね、俺の彼女見てる、ジョイフルのモーニング食べてきたよなんてね、はいはいはい、ということでね、はい、こちらの福岡県豊前市国道15線沿いにございます、昔ながらのこのデザインのジョイフルで今ね初のねモーニング朝ごはんいただいてきましたけどもね、いやマジめちゃくちゃうまいな。ちょっと店内ではね、ちょっと実はめちゃ曇ってるし、今日なんか今からブラル散策しに行こうかなと思って、今日実は休日なんですよね。はい。いやー、でもね、ほんとね、美味しかった。いやいや、マジで。これ気に入ったな。で、定食約38円でよ。あのご飯のクオリティ、ね、もちろん味も美味しいですし、そしてまたあれにフリードリンクサービスがね、ついてるって、この魅力。ありすぎじゃん、これもう大丈夫、ジョイフル潰れないんだよな。いや、今後ね、またこのね、ジョイフルの朝のモーニング利用させていただこうかなと、まあ、食べに行こうかなって、はい、強く強く心で思いました。はい。あ、こちらの10号線なんですけど、まっすぐ私が今指さす方向、手さす方向で走っていくとね、大分県中津市に向かいます。ね、耶馬渓方面に向かいますということで、ね、はい。わ、飛行機が飛んでんの？飛んでんの？なんかすごい音がしてますけどもね。曇ってるなぁ。絵にならんなぁ。はい、ということでね、皆さん、動画最後までご視聴していただきありがとうございます。
ジョイフルのモーニングおすすめですよ。それもね、こうやってかからないと、もうほんとお手頃かかっていただけますよというね、動画でございました。はい。でもしよろしければ、いいねボタン、グッドボタンを押していただければなと。でね、チャンネル登録まだだよって方は、チャンネル登録お願いいたします。はい、ということで今回ね、ジョイフルのモーニングのご紹介でした。では皆さん、またね、絶好調だらけからでした。はい。